吉田さん、懐かしいですよ。そうですね、10年ほど前の8月ってのは、私はね、セミナーをやるために部屋を引っ越したんですよね。それまでの資料室みたいな、自分さえ寝れればいいみたいなちっちゃい部屋じゃなくて、セミナールームができるぐらいの大きな間取りのところに引っ越したんですよね。家賃もぐっと上がりましたけども。でも、そこをフル活用しようと思って、24時間365日、どんな時間帯でも、マンツーマンのセミナーやりますよ、コンサルやりますよって形で、アナウンスしたところ、まあそれでもね、じゃあ四六時中人が来たかっていうと、はっきり言ってそこまでにはならなかったんですけども、でもひっきりなしに人が来ていたっていうのはありますね。本当なんか食事を取る間もなかったみたいなところで、まあ食事を取ってもね、洗い物ができずにそのまま次の熟成さんを迎えしたみたいなところがありましたけども、まあマンツーマン動画、ワントゥーワン動画ですか、そういうのも込みでですけども、ラブレターみたいな感覚ですよ。ラブレターとかお見合いをするような感覚で一人のためにやっていたってところありますね。あ、それでダン・ケネディでしょ。ダン・ケネディね、10人の敵を作りなさいってことですけども、強いメッセージを送ると確かにね、アンチはできるんですよ。でもそのぐらいじゃないと自分のはっきりとしたメッセージを伝えてないってことなのかなと思いますね。やっぱりね、走る速度が速ければ向かい風の圧力も強く感じるんですよ。だから向かい風を強く感じるってことは、それだけ自分の歩みが速くなったってことなんで、まあ歓迎すればいいんじゃないかな。だからといって単なるね、陰口を喜んでちゃダメですよ。やっぱり正当なアンチコメントっていうのは自分を育てますし、アンチコメントにどういうふうに対応してるかによって他の方からの、ね、信用も得れると思うんですよね。だからやっぱりこうアンチが育ててくれるところもありますんで、アンチをめんどくさがってすぐブロックじゃなくってね、ブロックってのははっきり言ってこっちの白旗ですから出入り禁止ってのはこっちの白旗ですから、もう手も足も出ないんであなたダメですっていうふうに問答無用することなんでね。でもアンチの方とのやり取りを見て多くのファンが納得するのはね、さすがだなと思えるようなことをするのが、まあ、一つなんじゃないかなと思いますよね。まあ山本太郎さんのね、凱旋聞くとアンチに対してもすごいんですよ。アンチの方がね、ものすごくね、嫌なツッコミをしてきても、山本太郎さんがね、ある動画ですごくね、有名だったやつがあるんですけども、まあいろんなこうね、嫌な言葉を全部投げかけられた後に山本太郎さんが言うんですよ。日本人だったらそういうこと言わない。本当に国を愛してたらそういうこと言わない。あんた本当に日本人？本当にあなたはこの国愛してるの？って言うんですよ。それがですね、コメントとしてはね、いや、日本人はそんなことしないでしょみたいなね。まさに売国奴じゃないかみたいな嫌なコメントだったんですよ。で、それを聞いた後で、いやいや、本当はあなたはね、本当の日本人だったらそういうことしますかみたいな。本当の日本人はそんなことしないよって言ってね、みんな納得して恥ずかしいしてるみたいなね。すごくいい切り返しだったんですよ。あとね、ワンツーワンの威力っていうかね、吉田さんね、FX オリガルヒって1周年経ったっていうのはもうご存知だと思いますけども、この7月8月って1周年記念のね、2ヶ月間のプロモーションしていたんですよ。で、FX オリガルヒも1年経って価格が50万になってますからね、49万8千円。さすがにこの時期に年末年始でもないのに、7月8月に49万8千円はね、きついんじゃないかなっていうところもあったんですけども、まあでもちゃんと丁寧にお話したりとか、それからね、契約を守っ、迷ってらっしゃる方にメッセージを送るんじゃなくて、契約を迷ってらっしゃる方がいるからこそ、そこを解消するような一般公開動画を作って、それを連発することによって、気になってる方がね、他の方への呼びかけを見て、あ、確かになっていうふうに思ってくださるんでしょうね。まあ2ヶ月だったんですけども、プロモーション期間。おかげさまでね、7件売れたんですよ。入金も完了しました。あと、明日入金しますって方がいらっしゃるぐらいで。だからね、こういうふうにね、誰にもわからないでしょ。セールスしてるのはわかると思いますけども、売れたんだってことはわからないんですよね、吉谷さんね、お互いね。吉谷さんも私はね、このブラザーのやりとり、億万長者合宿のやりとりの中で限定公開っていうタグがついてるんで、ああ、何かプロモーションしてるんだなって思いますけども、今月はいくらの売ってるのかな、トータルいくらだったのかなって想像するぐらいで、はっきりとしたことは分かりませんよ。ただやっぱり今までと同じように高級車乗ってね、自由に緩やかに暮らしてるのを見ると、あ、これからもそういう暮らしを守ってほしいなと思いますし、私もこの奇跡のような暮らしがね、続けばいいなと思ってます。まあ、お互い一寸先が闇なんで、もう安心だってことはないと思うんですよ。まあ安心だと言えるのは、一息つけるのはお互いにね、3億とか5億みたいな単位が出た時じゃないかなと思います。ですよね。
まあ私は家っていう、家とか土地っていう資産もあるんでね、あの5億6億まではいかなくてもいいのかもしれませんけども、うん、ただやっぱりこういくら稼いでも足りないなっていうところありますね。それは家族がいるからなんで、なるべく多くのものを残してあげたいなと思うんですよ。まあ私はね、あの一番最初に死ぬと思いますんでね、まあせいぜいあと20年か30年でしょ、私の寿命もね。そう考えていくと、今まで振り返ってきてネットビジネス始めて10年、あれを今度 FX オリガルヒで10年使って、その先にもう一個10年ぐらい使ったら、まあ大体終わるかなってところですよね。なんとも早い人生ですね。早い人生の中のこの夏も早かったって話でした。いってらっしゃい。